主砲酒井利行氏、京都大名誉教授。2017年8月16日。死因老衰。引用読売新聞。パターン認識研究先駆者酒井利行さん死去。コンピューターで文字や音声などを識別するパターン認識研究の先駆者で、京都大名誉教授の酒井利行さんが16日老衰で死去した。92歳だった。告別式が19日午後2時、大阪府高槻市小曽部町2-17-8高槻セレマホール。喪主は長男利隆氏。専門は情報通信工学。パターン認識の技術を使って文字読み取り装置を開発したほか、京大や東京大、NTT とともに各地の大型計算機センターを結ぶネットワークを整備した。情報処理学科、国際パターン認識連盟の会長を歴任し、1996年、文化功労者に選ばれた。